あ、エメラダ君。あれ？これ顔がない。うわぁ、マジか。これが死後の世界。本当に静寂だ。何もない。エメラダ君は今何を感じて歩いてるんだろう。もう、感覚もないのかな。わ。え？コンティニュー。うわ。ここめっちゃなんか大事そうじゃないか。バツってなってる。一旦左行ってみていいですか。あ、もう、戦いたくないってことか。エミラダ君はいつもここに来てたってこと？もしかしたらここにアードルフとかいたのかもしれない。じゃあ、ゲームをやめる。行こうか、エメラダ君。さてと、何もない世界。ああ、歩みを止めてどうする？エメラダ。ああ、泣き崩れてる。うわ、消えやがった。え、どうなっちゃうの、これ。もグラちゃん。もてあそばれると思ったのに。あ、グラちゃん。きっとエメラダの心を救ったろうな。この微笑み、あ！戻った。よかった。あ、でもまだ目が赤いぞ。やあ、グラちゃん。ん？どうしたの？こっちに来てって言ってるのかな？ん？あ、やっぱ来いってことか。あ、もう、僕が操作するまでもなく。でもコンティニューはもう行けなかったんだ。グラちゃん。ん？うーん、グラちゃん。かわいいな、グラちゃん。本当に癒しだ。お！あ！え？絵がうまい。これは、家に帰れるってこと？行こう！エメラだ。うわぁ、こんな全力疾走初めて見た。おお、いけいけいけ。いいな、なんか青春っぽいな。ホラー画像で海の背景にしたいね、ここ。さてと、ファイナルバトル。すごいなんか希望満ち溢れるな。これは負けるわけにいかない。来た。来たぞ。行くぞ、アスタロト。あ、グラちゃん。これは僕たちの友情が。そっか。うわあ、グラちゃん頑張れ。いやあ、ちょっとアスタロトやめろ。でもグラちゃん強いな。うわあ。来た。行くぞ。グラちゃんと力を合わせて。エメラだ。あ、うわあ。そっか。グラちゃんって、神竜の子供だった。よし、行くぞ、グラちゃん。二人でこの悪魔を倒すんだ。なんか星のカービィみたいになってきたぞ。行け、エメラだ、グラちゃん。大魔王を倒せ。痛くないか、グラちゃん。わ、ちょっとモフモフしてそうだ。行け、行け、行け、グラちゃん。うおー、目が怖い。オッケー。うわー。行け。で、グラちゃんめっちゃ強いじゃん。おー、僕も、あー、僕もなんかやりたい。見てるだけだ、ちゃう。あー。あれ？あ、力失っちまった。そう。でも最後は、エメラダで、蹴りをつけるか？考えがあるのか、グラちゃん。ん？お！逃げるが勝ちだな。お？なんだ？やっほー。とどめだ。ちょっと可愛いな、すっとんきょうに。あお。結局、最後、物を言うの武力攻撃っていう。素足。おー。
やっぱりこれが本体だったか。ああ、でもよかった。急にちょっと、緩やかな雰囲気になった。おお、倒してないけどいいのかな、これで。グラちゃん。何を話してるんだろうね、二人で。お！あ！戻ってこれたのか。あ、しかも、目を見た感じ。普通のエメラルドに戻ってんじゃない？いける？あ！あ、もう調べられないのか、これ。行こうか。エメラだ。家に帰ろう。でも心臓の音が鳴っててよかった。まだ生きてるってことだもんね。これで本当に家に行けるのかな？ん？どうした？まだなんかいる？あ！ゾグゾ！あ！わかったぞ。こいつが、こいつが元凶だろ。いや、ちょっと待ってください。警戒しないでください。もう何もしませんから。取り憑かれてたの？ありがとうございます。私はとんでもないことをしてしまったようですね。キリミミノも随分と迷惑をかけてしまった。彼を呼び寄せてしまったのもまた、私。ああ、君も帰りたいんですね。自分のいた場所に。長沢くん？すみません。私が勝手なことをしたばかりに。うん。君にも許してもらえるわけがない。口で謝るのは簡単なことです。しかし、それを実際に行動に移すことは、実に難しいことだ。もう一人の私。そう、死神としての私は、突如として現れる。最近ではそれも少しずつ抑えられてきたとは思いましたが、先ほどの一例を思い出すと、まだまだのようです。あ、でもまだ結局中にいるってことか。死神としての本能を捨て去ることが、君への謝罪だと、私は考えています。そして、聖杯の力を受けた時に、再び悪魔と対峙する時が来たら、私は君を助けたい。また対峙か。以上です。今は、これ以上の償いをすることも、できなさそうだ。まあでも、そうよかった。ゾグゾにもちゃんと両親があったんだね。私はこれからもあの古城で迷える魂を保護していくつもりです。何か困ったことがあれば、いつでも来てください。お、あの悪魔たち大丈夫なのかな？あ、はい。そうですね。行きましょうか。あなたも早く元の場所に戻りたいでしょう。私がご案内いたします。では、失礼いたします。ああ、じゃあね、ゾグゾ。そういえば、君のお友達がこの先で待っているみたいですよ。え？マジ？竜のお友達でしょうか。また一つ、神秘を目にしました。彼となら遠くの世界を見渡すこともできそうですね。グラちゃんが生きてる？空から見渡す世界は、宝石のように美しい。そうだね、こんな綺麗なことがまだあるんだもん。さあ、行きましょう。アスタロトさん。ああ、やっぱアスタロトなんだな、本体。そうだよね、こんな綺麗な世界、まだ生きていた方がいいよね。お、なんでガンつきやがって、おい、アスタロト。パチクリ、パチクリ。じゃあもう行っていいのかな。やっぱちょっとこっち行ってみたくなっちゃうな。ああ、もうダメか、さすがに。オッケー。じゃあ、行こうか。ああ、ここまた通ったところだな。ん？通ってないか。
ん？どこだ道は？道がなくなっている？ん？グラちゃんを探しているのか？じゃれつきにしては激しいな。ああ、グラちゃん。ああ、よかった。めっちゃ笑ってる。ああ、グラちゃん。ありがとうね。助けてくれて。いい時間だ。お？あ、乗せていってくれるのね。よし。無限の彼方へ。さあ、行くぞ！グラちゃん、エメラだ。星の彼方まで。行ってらっしゃい。うわぁ。うわ、めっちゃ綺麗、この映像。もうゾグゾが言った通り、宝石の海みたい。うわぁ。古城どこにあるんだろう。すごい、なんか乗ってみたいな、グラちゃん。あ！これは、もしかしてエンドロール。じゃあ完全にこれエンディングか。ありがとうございました。というわけでセレ、無事にエンディングを迎えることができました。うわー、めっちゃいい話だった。もう最後どうなるかと思ったけど、なんかもう本当になんかすごいゾワゾワした。こんななんかもう鳥肌が立つ展開も久々だ。あー、でもよかった。メシアって言ってる。メシア、女神結局何だったんだろうね。でもまだそこら辺が分かっていませんが、いやー、めっちゃ面白かったな。キャラクターたちもすごい特徴があって、もうすごいなんか一人一人にめっちゃ個性があってね、すごい飽きなかった見てて。でも本当にね、なんかちょっと死んでいったザムザとかさ、いろんなこと気になるけど、また他の、まあ、これエンディング分岐とかあるのかな、わかんないけど。あー、とりあえず本当にこのゲーム出会えてよかった。ありがとうございました。ツイッターで見つけられてよかった。なかなかオカルトアドベンチャーということで、まあいろいろなんか怖いかなと思ったんですけど、まあ案外びっくりする要素はなくて、やっぱじわじわ来る怖さとか、もうそこら辺やっぱ音楽がめっちゃ良かったですね、このゲーム。音楽でいろいろ感情揺さぶられても、怖さだったり、今だったら感動だったり、最後の戦いだったら本当にもう劇場だったりと。音楽めっちゃ良かったな。もうとてもクオリティの高いゲームだと思います。作者のフーミンさん、音楽を作ったシオンさんなど、このゲームを作ってくださった方々、ありがとうございました。うわぁ。満天の月だ。もう本当に良かった。エンディングトーク下手なんですよね。それで徹夜。うわこれが家か。結構田舎に住んでるんだね。
ああ、秋田と月に照らされながら、グラちゃんとエメラだ。ああ、よかった、無事につけて。ありがとね、グラちゃん。ああ、戻っちゃった。あれは一時的な力だったのかな。ああ、よかった。もうグラちゃんのおかげでね、今がある。倒れた？あ、しゃがんで見てるのか。そうだよね。ああ。そっか。グラちゃんは戻ってこないんだね。でもこの物語も、グラちゃんの死があって始まったようなものだからね。うん。よかった、でも。最後に出会えて。一緒に冒険できてよかったね。さてと、ママに会うか。愛しのママに。ただいま。よかった。エンド。エメラダも無事にママに会えたところで終わりか。いやー、素敵な終わる物語だった。素敵な締めくくりだ。ん？てんてんてん。ん？なんだ？この意味深なの。なんか続きあるのか？ん？うっ。おお、ゾグちゃん。ええちゃんだ。おめでとうございます。あなたの聖戦士ランクは、A でした。聖戦士ランク。やっぱそういうのあったんだ。死んだ回数とかかな。素晴らしい成績ですね。素晴らしい反応、度胸、正確さです。やっぱバトルで変わるのか。なるほどな。あなたは城内で数多の悪魔を撃退してきた。その一つと一つの結果を女神ちゃんが記録していたようです。わあ、いやらしい。しかし、なぜまたこんなことを。実にミステリアスなお方だ。しかし、素晴らしい成績だ。そうなんだ。うん。さて、では私はこれから母親の元に戻った坊やを見守っていくことにします。彼の元にまた悪魔が来たとき、そして彼が苦境に立たされたときに、私は彼の力になってあげたい。ああ、もう完全にもう、なんか、改心してるっていうか、返そうとしてるね。私もその頃までに死神の顔を捨てられなければいけない。いつかきっと私もなるのだ。あの気高きザムザのように、慈愛に満ちた存在に。しかし、彼はなぜ死んだのだ？一体誰に、どこで殺された？信じがたい話だ。この怒りの感情だけはいつまでも忘れずに抱き続けよう。ザムザを殺したそのゲスを、この手で切り刻むまではな。そのゲスが女神ちゃんなんだよな。では、幸せに満ち足りたいい人生をお送りください。プレイヤー殿。うわ、ついにこっちで干渉してきた。くれぐれも私と出会うような黒い人生を送らないことを。わかった。ありがとう、ゾグゾ。でもちょっとだけ会ってみたいかもな。The End。というわけで、セレ、多分ストーリーかな。今回で終わりです。ありがとうございました。
ああ、Thank you for playing. いえいえ、こちらこそありがとうございました。とても楽しいゲームでした。いいな、この目。はい、というわけでいかがだったでしょうか。セレ、今回でストーリー終わりとなります。ありがとうございました。まあとても本当に面白かったな。こんな、なんかこんな体験をもう1000円に満たないので、こんないい体験をしていいのだろうかっていう感じでした。本当全てが最高でした。出会えてよかった。まあこれからね、エメラダ君が幸せな人生を、ゾクゾがいい意味死神になれることを祈りましょう。これゾクゾだったんでね、じゃあこれ。なるほどな。まああまり引き伸ばしても仕方ないですし、これで終わりにしましょうか。セレ、今回で終わりとなります。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。またお会いしましょう。では。